キーボードに上野明くんと一緒に、短い時間ですけれども、歌っていきたいなと思います。よろしくお願いします。次最後の曲になるんですけども、最後の曲は、サラリーマンの歌という歌を歌います。聴いてください。
ありがとうございました。